ばんは、マンデースポーツです。昇格に大きく近づきました。 JFL 昇格に向け昨日入れ替え戦の第1戦に臨んだ津江源金沢は JFL17 位の FC 刈谷を1対0で下し、サポーターに勝利をプレゼントしました。絶対勝ちます。1点でもいいんで先に取りたいと思います。頑張れ津江源。全国の地域リーグの優勝チームによる大会で3位となり、入れ替え戦に駒を進めた津江源金沢。相手は JFL の全18チームで今シーズン17位に終わった愛知県の FC 刈谷です。金沢は前半攻め込まれます。24分相手のフォワードが抜け出します。守護神木寺が右手一本で制。その4分後金沢も反撃。ヒロニアのパスから右サイドに入った根本、しかしゴールはなりません。35分にはゴール前でフリーキックのピンチ。ここはバーに助けられ前半0対0で折り返します。ホームでぜひとも勝っておきたい金沢は後半7分コーナーキックのチャンス。三原の相手の意表を突くパスに合わせたのは古部。貴重な先制点を挙げます。残留に向け負けられない刈谷も後半36分コーナーキックのこぼれ球をシュート。しかしこれも木寺がセーブ。最後まで1点を守り切った金沢が1対0で初戦を勝ち、悲願の JFL 昇格に向け大きく近づきました。金沢は今月19日にアウェーの愛知県刈谷市で行われる第2戦に勝つか引き分ければ昇格が決まります。手に全然感じなかったので非常に嬉しいです、皆さんの応援本当に力になります。また来週はアウェーですけどできたら応援に来てください。クルベもよくやってくれましたし、まあ、クルベだけじゃなくて本当にみんなが一生懸命よくタフに戦ってくれました。しっかりいい準備をして、まあ、次の戦い臨みたいと思っています。次も頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ホームでの初戦を勝利で飾った津江源。試合の後上野監督や選手に話を聞きますと、全員がまだ前半が終わっただけと厳しい表情で話し、気を引き締めていました。では昇格の条件をもう一度整理しましょう。津江源は次の試合勝つか引き分ければ JFL 昇格が決まります。もし1点差で敗れても得失点で、1点差で敗れて得失点も並んだ場合は前後半15分ずつの延長戦が行われ、それでも勝敗がつかない場合は PK 戦で勝敗を決めます。最終決戦は愛知県刈谷市のウェーブスタジアム刈谷で今月19日午後1時キックオフです。続いてこちら